2009年カタルニア GP アンドレアイアンノーネはイタリアバスト出身のオートバイレーサー。2013年はロードレース世界選手権モートジッピークラスに参戦中。2019年はアプリリアレーシングチームグレシーニに席し参戦ミニバイクレースで活躍した後アブルッツォジュニアチームからイタリアスペインの国内ロードレース選手権ヨーロッパ選手権に参戦し、 安定した成績を残した。2005年には同チームからロードレース世界選手権 125cc クラスにフル参戦を果たし、第15戦トルコ GP でベストリザルトとなる10位に入賞、シリーズランキング19位に入った。翌2006年はカンペテーラーレーシングに移籍するがシーズン途中に解雇されてしまった。第13戦マレーシア GP では、 WTR ブラウエルチームから出場の機会を得たが腰骨を骨折してしまい残りシーズンを欠場することになった。結局この年は11レースの出場でシリーズ22位に終わる。2007年は同じく WTR チームからステファノビアンコのチームメイトとしてフル出場を果たしたがトルコ GP での9位がベストリザルトシリーズ20位と成績は伸び悩んだ。 2008年は IC チームに移籍するとウェットレースとなった第4戦中国 GP で初優勝を遂げた。また第17戦マレーシア GP では初のポールポジションを獲得しシリーズランキングは10位と大きく成績を伸ばした。翌2009年も同チームに残留ワークスマシンの RSA125 を得たヤンノーネは開幕戦カタール GP 第2戦日本 GP と2連勝、第6戦、カタルニア GP ではトップを走行していたフリアンシモンがファイナルラップに周回数を勘違いしてスローダウンした、おかげで3勝目を挙げるなどの活躍を見せ、シーズン中盤まではチャンピオン争いのトップに立っていた。しかし、シーズン後半、第13戦3割の GP ではファイナルラップにトップを走行中に、 ポルエスパルガロを巻き込んで転倒するなどリタイアが重なり、最終的なランキングは7位にまで落ちてしまった。またそのマ割の GP での転倒後、冷静さを失ったヤンノーネは、エスパルガロにツツキを食らわせてしまい、罰金のペナルティを受けている。2010年は元グランプリライダーのルカ・ボスコスクーロが、率いるスピードアップチームから、ガボール・タルマクシをチームメイトに、新しく始まった。 元にクラスに参戦した。イアンドーネは、第4戦イタリア GP、第6戦ダッチ TT、第13戦アラゴン GP と、この年のチャンピオンとなるトニエリアスの次に多いシーズン3勝を上げる活躍を見せた。いずれのレースもポールポジションからスタートし、独走で逃げ切る圧倒的な勝利だった。しかし第7戦カタルニア GP では、木畑区間での追い越し、 第12戦3割の GP では、フライングスタートでペナルティを受けるなどのミスがたたり、年間ランキングでは、未勝利ながら安定した成績を残したフリアン・シモンに2ポイント差で、競り負けて3位に終わった。2011年シーズンは、イアン・ドーネの父親と、バレンティーノ・ロッシのアシスタントである、ウーチョコとアレッシオ・サルッチが中心となり結成された、スピードマスターチームに移籍、元にクラスに、 継続参戦する。年間三勝を上げ年間ランキング3位で終了する。2012年シーズンは再びスピードアップチームへ復帰し、第5戦カタルーニャ GP では2011年14戦、日本 GP 以来となる優勝を逆転で果たす。母国開催の第9戦イタリア GP では、ポルエスパルガロとの一騎打ちを制し2回目のイタリア GP 勝利を果たし、 三年連続シーズン年間ランキング3位となった。2013年シーズンは、モートジッピークラスにステップアップし、ドゥカティのサテライトチームである、プラマックレーシングより参戦する。ドゥカティでの参戦から活躍が注目されていたものの、本人としても、自分自身に対する期待が大きかったためか、なかなか思うような結果は残せないレースが、続きチームメイトのアンドレ・アドビツヨーゾとの数回に、 渡る接触転倒や2016年カタルーニャではバックストレートエンドのヘアピン侵入のブレーキングをミスしてその時点でシーズンのポイントリーダーのホルヘロ連想を巻き込んで転倒リタイヤした危険なライダーとのレッテルも貼られかねないアクシデントが数回あったことやそれらすべてが偶然にもレースのライブ映像として全世界に発信されてしまうという不運な面もあった それによって開発が進んでこれから成績が上向く、ところであったドゥカティでのシートを失った。2017年シーズンより2年間、鈴木エクスターチームにて、モートジッピークラスに参戦する契約を交わした。2019年、アプリリアからモートジッピーに参戦。同年11月3日、第18戦マレーシアグランプリの際に行われたドーピングテストによって、 アナボリックステロイドが検出され、同年12月17日から暫定的に出場停止となっている。2020年、前年と同様にアプリリアから参戦が決定するも、昨年のドーピング違反に係る国際懲罰法廷の審理の結果、翌2021年6月16日までの18ヶ月間出場停止処分がなされる。なお、同審理について、 禁止薬物検出の原因は汚染された食品が原因という選手側の訴えに対しては、その主張が一部認められている。2011年チェコ GP。ありがとうございます。